この度は本当におめでとうございます。ありがとうございます。いや、なんかこういうふうに記者会見するとやっぱり身が引き締まる思いですね。土俵の表情とはもう今日は全然違う。まあ、そうですね、土俵でこんな表情してたらちょっと若方に怒られちゃう。二人の出会いから聞かせてもらえますか。そうですね、親方と女将さんの紹介で会わせてもらって、まあ、そこからのお付き合いなんですけど。何年ぐらい前の。2年前ですか。最初に見た幸子さんを見た印象というのはどんな印象。明るくてリアクションがオーバーなんですよ。すごい可愛らしいな。もう一目惚れ。幸子さんから見た関取のその第一印象ってどんな感じですか。もうその見た目のまんまの朗らかで優しい方だなっていう。関取は一目惚れということでしたか。はい、幸子さん。その中でもそうですね、餃子ですかね。まあ、夜景の見える場所でバラの花束を結婚してくださいせっかります。はい、あ、こっち向いて、はい、こっちにも来てください。ダメダメダメ。